浜の門付祭りは太鼓台のお祭りです。太鼓台に子若、子供たちが乗ってにぎやかにお話を奏でて、若連会員は後ろで笛を吹き、大きな太鼓叩きで本当ににぎやかなお囃子です。門付祭はですね、大体230年前に天明の飢饉で非常に危機的状態に陥って疲弊した、その疲弊した村に元気を届けようということで始まったのが茨城と言われています。ここ小浜っていう地区は本当にこの国の地方の、さらに地方の、またさらに地方だと思うんです。まあ、要はど田舎なんですよね。でもど田舎なんだけど、でもその分やっぱり人と人との、つながりがすごく濃くて、若連会員の仲間っていうのは友達以上、家族未満、仲間を思いやる気持ち、地域を思う気持ちとか、そういう、なんだろう、本当田舎ならではの濃さが売りなのかななんては思います。この祭りがあって僕たちはずっとここで生きてきて、まあ途中東京行ったりとかいうのはありますけど、結果ここに帰ってきてここで生きてきて、で、まあ、僕もここで、まあ、親になり、まあ、困ってきて、まあ、子供たちにもやっぱこの祭り楽しいと思ってもらえて、やっぱ自分の地域に誇り持ってもらって、そこで学び取る礼儀礼節ですね、それは絶対に忘れないで生きていってほしいなと思いますね。